I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ワンピース。麦わらの一味に関する。よし、やるか。ローグタウンを出してついにグランドラインに突入した麦わらの一味。やがて上陸した島に待ち受けていたのは秘密結社バロックワークスの賞金稼ぎたちだった。その戦いの中でバロックワークスに潜入していたアラバスタ王国の王女ビビを成り行きで保護したルフィたちは、内乱の危機にある祖国を救いたいというビビの思いと覚悟に心を動かされて、彼女をアラバスタ王国まで無事に送り届けることを決める。しかし先を急ぐ航海の途上でナミが高熱を発して倒れてしまう。ビビは航海の続行よりもナミを医者に見せることを優先すべきだと提案し、一味は冬島ドラム島に上陸する。かつて島を治めていたドラム王国は医療大国として知られていたが、海賊の襲撃に遭い国王のワポルが国外へ逃亡したために衰退しつつあった。この島の医者はワポルによって連れ去られ、ドラムロック山頂の城に住むドクター・クレハが島に残った唯一の医者だという。想像を超える過酷な雪山でさまざまな障害を越え山頂を目指すルフィたち。しかし体力は限界を迎えようとしていた。綺麗な城だ。
医者。全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもりだ。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番ヤバいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治してやるから安心しな。わかったよ、助ける。チョッパー、治療だ。頂上に到達したルフィはドクター・クレハとチョッパーに救われる。ナミとサンジの治療も間に合い、自らも手当てを受けた。回復したナミはドクター・クレハにチョッパーについて尋ねる。ドクター・クレハはチョッパーの悲しい過去を語り始めた。人々の実を食べたトナカイ、トニー・トニー・チョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクター・ヒルルク。彼はチョッパーを息子として扱うが、死病に侵されていた。国を癒すため、ヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩りを掲げたワポルの罠により世を去ってしまう。
チョッパーはヒルルクの意志を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んでいたが、その心は未だ傷ついたままであった。待てこら！待てよ、あいつさっき喋ってなかったか？そういや、あいつ二本足で立ってたような。バケモンだ！なんだありゃ、二本足で歩いてトナカイでモコモコで。チビででかくなって化け物で。いいやつだ、面白い。サンジ、あいつ仲間にしよう。ほら待て、化け物！
俺たちの仲間になれ。この匂いはワポル。野郎ども、俺の城を奪い返すぞ。この城はドクターの墓標にするんだ。あいつらは絶対に入れない。やっちまえトナカイ。俺たちも一緒に戦うぞ。国を見捨てた国王など認められるんだ。俺たちも戦うぞ。王様に逆らうカバどもがこんなにいるとは驚いたね。実際残らず死刑にしてやれ。それが一国の王のやることなの。リリーさん、みんなを守ってあげて。城の守りが手薄になってる。あんまり城から離れないでくれ。エリーに手出しはさせねえよ。こっちから挨拶に行ってやる。俺たちも加勢するぞ。放っておくと村の人が危ない。一発殴って落ち着かせないと。ノリ、あいつら何なんだ。変だなお前たち。すぐ直してやるからな。よし、もう大丈夫だぞ。ガルルル、俺が万能薬になるんだ。何でも治せる医者になるんだ。だってこの世に治せない病気はないんだから。ラパン、俺たちは城を守りたいだけでお前らに危害を加える気はないんだ。どんだけ手間取ってんだ。さっさと皆殺しにしてこねえか。王様がどれほど偉いのか見せてやる。バクバクシャーッケン、ベルリシャーッ。やはり大砲は生に限るぜ。食べた大砲が体の一部に。誰か、ワポルの砲撃を止めてくれ。マサ、さ
ギの分際で王に逆らうってんじゃねえだろうな。俺様の砲撃を食らいやがれ。ラパンはワポリタスと戦う気だ。誰かラパンを助けてやってくれ。体が伸びるのか。ああ、伸びるな。ゴム人間だ。なんだそれ。化け物さ。やっと見つけたぞ、山口。お前らのような腐ったガキどもの来るところじゃないよ。墓？あのカバイシャの墓だと？まあ！笑わせるな！ドクターはこの国を救いたかったんだ。だから俺はお前たちを城へは入れない。ドクターの信念、ドクロの旗は絶対に下ろさせないぞ。まあ、いよいよもって殺してえやつ大集合ってわけだな。ドクターはお前だって救おうとしたんだぞ。この国から出て行けよ。雪国名物雪結晶。雪に隠れて別の場所に逃げたな。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。
国の戦士たち、上様の城を取り戻してこい。誰を起こしたのか。ラパンメ、何のつもりだ。ウサギの分際で王様の邪魔をしやがって。王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国のすべてだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあ、そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも折ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ。避けろ、
前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。吹き飛べ、カバメ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊機かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。国の誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ドクターの旗がある限り俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。一緒に海賊やろう。無理だよ。無理じゃねえさ、楽しいのに。俺はお前たちに感謝してるんだ。チョッパー、だって俺はトナカイだ。角だってひづめだってあるし、青っぱなだし、そりゃ海賊にはなりたいけどさ、俺は人間の仲間ではないんだぞ。化け物だし、俺なんかお前らの仲間にはなれねえよ。だからお礼を言いに来たんだ。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど。いつかまたさ、気が向いたらここへ。
言うんじゃないよ。海賊なんてろくなもんじゃない。あっという間に屍になるのがオチさね。それでもいいんだ。生意気言うんじゃないよ。たかだかトナカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよ、トナカイだ。でも男だ。お前みたいな泣き虫が男だって？勝手な真似は許さないよ。お前なんかが海へ出て一体何ができるって言うんだい。あのヤブ医者のように幻想に生きる。違う、幻想じゃないよ。ドクターの研究は完成してたんだ。あ、みんなソリに乗って山を降りるぞ。待ちな。何？用意はいいかい、若造ども。うち